1948年佐野学は日本の社会主義運動家で昭和初期の非合法政党時代の日本共産党の中央委員長。国中から天候生命を発表し大きな反響を呼んだ。文語吉祐藩の辞意を務めた佐野家に生まれる。第7高等学校増資官を経て東京帝国大学法学部を卒業後は大学院で2年間。 矢は映像の下で、農政学を学び、新人階創立に参加した。日本官業銀行に短期間勤めた後、兄、兵太の学府、後藤新平のつてで1919 19年、満鉄東亜経済調査局に職託社員として、勤務し、翌1920年4月、早稲田大学小学部講師となって、経済学と経済史を講義した。 1921年7月、論文、特殊ブラック民解放論を書いた。1922年7月、荒畑寛村の勧誘で、日本共産党に入党。翌年2月の党大会で、執行委員、国際幹事に選出されたが、同年5月末、第一次共産党事件による検挙を避け、ソ連に亡命した。その際に、後藤新平は、 佐野の亡命に関する情報を、後藤との日ソ国交交渉のために来日していた、アドリフ・ヨッフェ経由で、ソ連に流し、亡命を援助した。佐野が第一次共産党事件の検挙を免れたことについては、当時から、後藤が援助したのではないかと、声優会が議会で、第二次、山本内閣内務大臣の後藤を追求していた。 1925年7月に帰国して共産党を再建。1925年1月の日ソ基本条約調印によりソ連大使館が開設され、そこに商務官の肩書きで派遣されていたコミンテルン代表のカール・ヤンソンから活動資金を得て無三者新聞の主筆を務めた。1926年3月第一次共産党事件で 金庫10ヶ月の判決を受け、同年末まで下告。1927年12月に、中央委員長に就任、労働運動出身の鍋山貞地下と共に党を、指導した。1928年、3.15事件の前日に、日本を立って、検挙を免れて放送し、コミンテルン第6回大会に、 日本共産党主席代表として出席、コミンテルン常任執行委員に選任された。モスクワでは、日本史の講師として、モスクワ東洋学院の教団にも立っている。その後、後のソ連外相モロトフと共に、オルグとして、ドイツ共産党に派遣され、ベルリンを経て、ロッテルダムからインドに向かい、インド共産党の内紛を調停し、1万ドルの資金を渡した。 1929年3月14日に中国、上海に到着する。中国共産党の州恩来に会い、彼の紹介でコミンテルン代表となっていたリヒャルト・ゾルゲに会う。後藤新平死去直後の6月に上海で検挙され、1932年に東京地裁で治安維持法違反により無期懲役の判決を受ける。1933年、 鍋山とともに、獄中から、天候生命、共同被告同士につぐる書を出した。これは、ソ連の指導を受けて、共産主義運動を行うのは誤りであり、コミンテルンからの分離や満州事変の肯定、天皇制の需要、日本を中心とする一国社会主義の実現を、目指すという内容であった。1934年5月の、東京高想院判決で、 懲役15年に減刑されて控訴審判決が確定し、1943年10月に出国した。第二次世界大戦終戦後、風間城吉ら転校者と共に、老農全英党を結成、鍋山らとは、民社党の母体となる、民主社会主義連盟の創設に参加し、理事を務めた。また、早稲田大学小学部教授などを務め、反ソ連。 反響的な立場で、唯物資観批判などを表した。後藤新兵反米左翼も、参照のこと。インターナショナルの役史者の一人として知られる、佐野博士は、後藤新兵の女性の兄、佐野氷太の息子で老いにあたる。また、姉尾順の息子、佐野博士は、武装共産党時代の指導者である。さらに後藤新兵の義理の名婿に、講座派の論客。 平野義太郎、後藤の孫に、社会学者の鶴見和子、哲学者の鶴見俊介、その重邸に、人類学者の鶴見義幸がいる。ありがとうございます。